ナリーグドジャース4-1カブス、2024年4月6日シカゴ、ドジャースの山本義信投手、25、が6日、日本時間7日、敵地シカゴでのカブス戦に先発登板。校長カブス打線を5回3アンダム失点、自己最多8三振を奪う好投でメジャー初勝利を挙げた。試合後はムーキーベッツが温度を取ってビールかけで祝福された。クラブハウスで洗濯用のカートに乗せられ、 シャワールームに連れて行かれるとチームメートからビールのシャワーが待っていたという。何が起こっているか。目を閉じろと言われて、あっという間に。今も何かが喉にあります。どの味かわからないですけど、ビールだけじゃなかったです。大谷翔平からは、ナイスピッチング、と声をかけられたという。山本はビールかけについて、あっという間でした。一瞬で、と苦笑い。 メジャー初勝利のビールかけの儀式については、なんとなく噂は聞いていたっすけど、と笑った。ビールかけは取材後を想定していたが、ベッツが取材前にするように要望。ウェアを洗濯するかごに乗せられてシャワールームに行って、あとは覚えていないです。あるなら全部終わった後かなと思ってたんですけど、と苦笑いした。初回からしびれる投球を披露した。山本は初回、 いきなり先頭のハップに中越え2塁出され、続く鈴木には四球。さらにベリンジャーにも遊撃内野安打され虫し満塁の大ピンチをしょった。しかし、ここからギアを一気に上げる。4番、モレルを全球カーブで3球三振。さらに5番、スワンソンのはカウント3-0から粘って最後は直球で見逃し三振。そして6番、ブッシュもカーブで見逃し三振と。 圧巻の3者連続三振でピンチを切り抜け、マウンド上で雄たけびを上げた。2回も西から9番、ゴームズに中越え2塁出されるなどして再び満塁のピンチをしょったが、最後は3番、ベリンジャーをカーブで見逃し三振に切って、またも無失点で切り抜けた。3回から5回は9者連続本体の完全投球。 終わってみればカーブを随所に散りばめて毎回の8奪三振、西四球と堂々の投球だった。これには山本のカーブは右投手のカーブとしては最高級だ。請球がよく、抜けることもない、ストライクを取りに行くこともできる、それに加え、スプリットチェンジの感触もつかんだら本当に楽しくなると話していたロバーツ監督も満足そうな表情だった。 山本はメジャー初先発となった3月21日のパドレス戦、韓国で1回5失点 KO。だが、2度目の登板となった3月30日、同31日のカージナルス戦では、勝ち投手こそ逃したものの5回を2アンダム失点の完璧な投球を披露。2試合連続で、投手史上最高総額の12年3億2500万ドル、決定時約462億円。 で加入した実力を発揮してみせた。